はい、皆さんこんにちは。フラワーゲスト陣です。今日は3月31日です。3月31日って皆さん何の日だかご存知ですか？年度末の日とかね、棚卸しの日とか思い描くことはたくさんあるとは思いますけれども、実はね、3月31日って経理の日なんですよ。僕なんかみたいなこうアーティストなんて言われてる人たちにとっては、まあ、経理なんていうところ一番ほど遠いところにあるような感覚なんですけれども、まあ、実はね、やっぱり僕なんかこうアレンジを作ったりとか花束を作ったりとかする裏にはですね、その経理というのは必ずあって、それがまあ仕方の要になってるわけですね。では今日はその経理の日にちなんで、まあ経理は明るい方がいいということで、明るいアレンジメントを作っていきたいと思います。はい、では今日はこちらの器にこちらの花材でアレンジメントを作っていきます。可愛くて明るい色合いのアレンジになると思います。ぜひ楽しみにしていてください。では早速いってみましょう。はい、ではまず最初にこちらの、ね、ガーベラを刺していきます。はい、ガーベラは必ずこのようにワイヤーをインソーションして使ってください。じゃないと必ず首がベンドネックしますので、まあこれから先ガーベラ全部説明はしませんけど覚えておいてください。はい、このように黄色いガーベラを刺しました。まあ2本はこう少しこう段差がついて、1本は少しこう離れた感じですね。ここでレザーリーフファンで少しファンデーションワークを先にしておきます。はい、その次にこちらのねオレンジ色、薄いオレンジ色ですかね、のガーベラを入れていきます。じゃあここでこの手まり草をね入れていきましょう。はい、次にこのラナンキュラスをね入れていきます。ラナンキュラスは可愛くてお好きな人が多いですよね。はい、次にこのキキョウランを入れていきます。キキョウランはこう丸めてホチキスをね止めたり、あとは流したり、そのまま流したりして、いろんな加工にし加工して使っていきますね。次にこのパールブルーをね補色で入れていきます。こう反対色が少し入れるとね、やっぱりピリッと色が映えますから、うまく使ってください。はい、最後にこのサンダーソニアを入れていきましょう。はい、こちらで完成です。では正面から見てみましょう。はい、こちらのアレンジメントはいかがだったでしょうか。なかなか可愛いアレンジになりましたね。で、先ほど、伝え忘れたんですけど、3月31日は経理の日って、まあね、せっかく覚えてなんかね、なんか気に入っちゃったんですよ、僕。なので、ぜひね、皆さん、拡散しましょう。皆さんの SNS、Twitter、Facebook、まあ、YouTube、Instagram、まあ、なんでもいいんですけど、それでどんどん、まあ、今日は経理の日ですよって拡散してみてください。なんかみんなでね、たまにはそういう真面目な、事務的なことを応援する日もあってはいいんじゃないかと思います。では今日はこちらのアレンジメントで終わり、今日はお会いしましょう。 See you next time.
はい、フラワー TV では皆さんのチャンネル登録を募集しております。チャンネル登録はこちら、こちらをクリックしてください。スマートフォン、タブレットの方はこちらは見えてないと思いますので、下のリンクよりお願いします。では一人でも多くのチャンネル登録をお願いいたします。